はい、こんにちは、アキラです。まもなく3.5周年を迎えるということなんで、今年の4月に3周年を迎えてから半年経ったということなんですね。当たり前なんですけど、1年の半分が過ぎましたんで、ここで一度ここまでのラスクラ、特に実装ユニットについてですね、今日は振り返っていきたいなと思います。っていうのが、おそらくこの3連休の最終日の10日には14時からの公式生放送で3.5周年、10月13日木曜日実装の新ユニットについての発表があると思うんですよね。なので、それまでに一度この半年のユニットについて総括をしておきたいなと思ったので動画にしてみました。まずこの半年に追加されたユニットっていうのがこちらで、全部で17体追加されました。バルセロだけガチャではないので、新たに実装されたユニットとしてカウントした場合で17体となります。で、4月の3周年の実装の AUO から始まって、バルセロがサブクエ報酬で実装されて、で、3周年から2週間明けでまさかの新アリスの実装で、この時は結構盛り上がりましたよね。新アリスの実装で超必殺技へのイメージがね、その時からかなりガラッと変わったと思います。それまでイノセントジャッジ以外の攻撃型の超必殺技ってそんなに攻略でね、使われることってね、なかったと思うんですよ。なるけど、ここから新アリスの超必殺ハメっていうのが始まりましたよね。で、5月に入って通常枠でミューレンが実装されて、で、5月末からペルソナコラボが開始されたんですけど、振り返ってみると、ペルソナコラボのユニットってあんましって思うんですよね。っていうのが、アリーナとかで使われているのってギリギリモルガナをたまに見かけるくらいな気がしてるんですよね。で、これはね、そのペルソナコラボの開催時の動画でも僕言ってるんですけど、コラボユニットだけに共通するデバフの反逆の意思っていうのがあるんですけど、それがペルソナコラボユニットはこのデバフが入っているとダメージがガーンと引き上がったりするんだけど、これが僕はあんまり良くなかったんじゃないかなと。こういう仕様があると、そのペルソナコラボのユニットだけでパーティー組むっていう方が有効になるんだけど、ラスクラ本編のユニットと組み合わせる面白さっていう点からすると、少しマイナスになっちゃうんですね。で、強いユニットってコラボの後にもどんどん追加されてしまうんで、そういった新しい強いユニットとどう組み合わせるかって、で、その組み合わせることでさらに大きな効果を生み出すような、そういう未来的な自由度の高い性能がある方がやっぱいいと思うんですね。で、ペルソナコラボのユニットの場合そうじゃなかったっていうのが、今現状あまり使われてないってことにつながってるんかなっていうふうな気がしますね。ただモルガナに関して言うと、すんげえ優秀だと思ってて、こいつはこの間の99回でも活躍してくれましたし、そのいろんないい面あるんですけども、今後の未来性って意味では両手弓とか弓ハイブーストとかが習得可能になった時っていうのはさらに化けてくると思いますんで、そういう意味でも僕はユニットソロだけはしっかり確保しています。で、コラボ終わりに剣聖ベイランド登場ということで、ここでね、一回時代が変わりましたよね。剣聖ベイランド以後のラスクラっていうタイトルでもね、動画一つ出してるんですけど、ほんとここで物理アタッカーの時代が新時代に入ったと思います。もう無属性でこんだけの鬼火力が出ますからね。で、さっき言ったモルガナと剣聖って実はとても貴重な性能面での共通点があります。それがマインドを上げると物理攻撃の威力が上昇するという点です。モルガナは個性の意を示せゾロで、マインドが高いほど物理攻撃のダメージが上がります。で、剣聖は固有スキルの明鏡止水によってマインドが高いほど物理攻撃のダメージが上昇します、っていう共通の性能があって、この2体だけなんですね。僕はよく育成テンプレ解説の時にマインドの重要さってのを話すことが多いんですけれど、そもそもマインドって高いほど魔法ダメージは軽減されるし、回復魔法やプラウドフォースの回復量も上がるっていう、他のステータスよりも上げることによる恩恵が多いステータスなんですよ。で、それがこの2体に限っては物理攻撃の威力まで上げてくれるんで、めっちゃずるいんですよね。これもこの半年で出てきた新しい要素かなと思います。で、その後レニウスが実装されたんですけど、これ半年以上ぶりの総サラだったんですよね。
リニウスの一つ前のソーサラってなると2021年12月のアンジェラだったんで、めっちゃ久しぶりのソーサラだったんですよ。で、そいつがまあなかなか革命的でしたよね。四属性魔法ならヒット数2倍っていうのと、重複可能な強力な魔法を自前で持ってきたっていうのもかなり結構革命的だったかなと。で、それがその2週間後に開始されたギルドハントとかタイムアタックイベントとかでもかなり重宝されることが多くなった点かなと思います。で、7月に入ってミアが実装されて、その2週間後に今年の水着はレオナでしたと。で、水着レオナはね、事前の予想で実装時期も含めて的中できたっていうのが嬉しかったですね。で、8月に入ってラグレインとサウザーが来て、9月に入ってデビルメイクライコラボの開始でバージルとヨンネロが実装で、9月30日に牽制ラグロボスが実装ということなので、リニウスまで半年間操作が実装されなかったのに、ここに来てレニウス実装からは3ヶ月で牽制ラグロボスが来たっていうのは、これ結構驚きだったんですよ。で、しかもそいつがかなり異次元レベルで強えっていうね。物理もおじいちゃんが革命を起こしたんだけど、魔法もやっぱりおじいちゃんが革命を起こしちゃいましたっていう感じで、やっぱり一番大きなポイントって僕、牽制ベーラの実装だと思うんですね。シンアリスも大きなポイントだと思うんですけども、物理っていう点で言うとやはり牽制の方が大きなインパクトがあったかなと。その時に一つ天井を突き抜けてしまった一刀流の超火力っていうのがサウザーとかバージルにも影響を与えてるし、それに引っ張られるように二刀流の水着レオナとかラグレイン、あとヨンネロも二刀流とはもう思えないようなダメージ上限を出せるようになりましたので、この影響はね、まだしばらく続くというか、正直牽制が無属性なんでね、この一体いればいいじゃんっていう風にもなりますよね。で、それと同じくらい大きなインパクトだったっていうのが、やっぱり前期ラストの牽制ラグロボス。こちらも魔法ダメージの天井を一気に引き上げましたんで、で、しかもこっちも無属性魔法持ってますからね。前期最後にこのような最強操作を持ってきたっていうのは、おそらくだけど、今年中、多分来年3月までは、多分ソーサラ、もしかしたら実装されないんじゃないかなと。あってもコラボの時に、コラボ固有の魔法を使うアンジェラみたいなっていうのはあったとしても、おそらく当分ソーサラは実装されない。というか、魔女の実装の時みたいに、運営側がもうどうしていいかわかんないみたいな、そういう状態になってるかなと思います。で、プリズムソウルを僕がこの半年どこにつぎ込んだっていうのは、まあ、こちらの絵を見てもらったらもうバレてると思うんですけど、6凸までしたのが AU 王とシンアリスと牽制ベイランドとラグレイン。で、5凸までがリニウスと牽制ラグロスボスとなってまして、なんとなくその AU 王とシンアリスを優先するっていうのはね、分かっていただけるかと思うんですが、まず一番にね、その間に他につぎ込もうと思えるのがそんなにいなかったっていうのがあります。で、あとやはり高難度対策としましては、この2体は最大まで育成しておきたかったっていうのがありますね。で、牽制ベイランドは、まあ、もう当分このじいちゃんを超える物理アタッカーは当分早々来ないだろうなと思ったんで、もうプリズムソウル優先して6凸させました。で、あと無属性ってマルチではやっぱどこでも使えるっていうのもありますんでね、まあ、そういう意味でもここは優先しておきたいなと。で、ラグレインなんですけども、これはその他の3体とはね、用途が違っていて、こいつはね、アリーナ用です。アリーナで使いたいユニットってのは6凸させるようにしてて、ラグレイン開催時の時も言ってるんですけど、めっちゃアリーナ向きなんですよね、こいつ。ダメージ食らったりとか、デバフとか状態異常でパワーアップするし、確率で魔法ひるみ耐性もあるんで、めっちゃアリーナ向きなんですよね。実際起用してる人もね、たくさんいるとは思うんですけど、僕もアリーナで起用したいなと思いまして、最近ようやく6凸できたんで、今アリーナで使っています。で、レニウスはね、MP めっちゃ使うんでね、MP だけでも増加させてえなと思って、5凸だけはさせておいて、牽制は最終6凸までさせるつもりで、ひとまず今5凸までさせているっていう状態です。っていう感じで、思ってたよりもね、この動画長くなってしまったんで、これぐらいにしておこうと思うんですけども、
こういった実装ユニットの振り返りっていうので、まあ、時期見てですね、半年ずつぐらいでね、やるの面白かったよと思っていただきましたら、高評価、ぜひお願いします。で、まだまだね、本当話したいこといっぱい他にもあるんで、もしかしたらまた雑談レベルでね、延長戦をするかもしれないんですけれども、皆さんもぜひね、何か言ってほしいこととか、掘り下げてほしい点がありましたらね、ぜひコメントで教えていただきたいなと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。ではまた。